はい、今日はちょっと午後はタイヤ付きアルミホイールくずがすごく邪魔になってるので、それを出荷したいと思います。で、とりあえず今午前中は仕事してきたので、屋根塗装で、ちょっと一服30分ぐらい休憩したらタイヤ積み込みますか。はい、これですね。これ何のホイールなんだろう。あっち、ロッケツか。これちっちゃい、あ、14か。R14 か。ちょっと単価問い合わせてみようかな。ちょっと14インチは、一旦省いてて、13も一旦省いてて、15。1、2、3。15ですね、これね。あ、これも15だ。よし、15積み込んじゃうか。はい、15インチ4本積みました。で、ちょっとこのホイールは16インチなんですけど、これ何のホイールだろう。ちょっと調べてみるか。もしかしたら価値あるかもしれないから。これ重いんだよな。4本あるんです。4本。ちょっと調べてみるか。これ古い車の日産のサファリの純正ホイールで価値なしでした。スクラップに行きましょう。積み込みます。これ積み込んだけど危ないから2段にしましょう。前の方に送ります。これで13、これも13で、これは17か。あ、重っ。メイドインチャイナか。17か。出しちゃうか。これ13だな。こっちはタイヤだ。これはなんだこれ。うわ、よいしょよいしょ。15インチか。じゃあこれ15で、これも15。よし、これも入ったな。このタイヤ、何のホイールなんだろうこれ。ロッケツ、これはオークションだな。出すだけ出してみるか。処分に2本あんだな。よし、もうちょっときれいに積み込むか。びくともしねえ、重くて。よし、はい、積んだ。近いからこんなもんでいいや。15、16、17。よし、これも15インチか。これは俺のなんですよね。クラウンでしょ。ちょっとクラウンの純正ホイール見てみるか。
価値ないかな。ちょっと見るだけ見てみるか。15インチ。このホイール、価値なしです。わかんない。3000ぐらいで売れるかもしれないけど。手間。出ないな。どうな。売れね。やめとこ。出しちゃいます、これも。積み込み雑だなぁ。まあいいや。もう、行っちゃいます。後ろコンパニー入れて。はい。15インチと16インチと17インチ出荷してきました。1本1700円でした。15も16も17も。15あたりはバラしてもサイズ、さあ合わないと思うんだけどな。まあ、17あたりはわかんないですよね。17インチは、17は 1本しかなかったけど、15、16あたりは、どうなんだろう。あんまり儲かんないと思います。バラしても。だから、1700円ぐらいで売れんなら売っちゃった方がいいと思います。で、あと今、17、4本なんですけど、今度バラしてみるか。いくら分差額出るか、17インチ。うん。12、13、14はちょっと別のとこなんですけど、まあ15、16、17は、まとめて出しちゃいましたけど。いやー、使ったし。ってことで、タイヤ付けるもホイールも、売れます。スクラップとして。あるいは輸出してんのかな、使えるやつは。いやー、潰しかな。どうなんだろう。てなことで、全然。まあ、パソコンで見ると、中古タイヤとか、結構何割かは輸出されてんので、多分使えるタイヤは輸出されてると思うんですけど、ホイールはあんまネットで出てないですね。中古タイヤの輸出の話は出てるけど、中古ホイールはどうなんでしょうか。うん。はい、以上。